今回は自己愛性パーソナリティ障害的な人との関わり方、今回お受けしましたご質問は自己愛性パーソナリティ障害的な人との関わり方はどうですかというご質問です。答えとしましては、基本的には距離を取る、介入する場合は慎重にとお答えします。ここでの自己愛性パーソナリティ障害的な人で想定される定義を見ていきますと、基本的には本人には自覚なく診断を受けていないけれども自己愛性パーソナリティ障害的な特性が明確でちょっと周りに影響が出てしまっている場合、仮に部分的に意識していても変えていこうという変化への明確な覚悟がない場合も含まれます。自己愛性パーソナリティ障害を振り返ると、これは自分が特別だと思うタイプのパーソナリティ障害です。自分では気づきにくく、むしろ周りが強く影響されます。この特性の薬はないということがありまして、気づきと受け入れということは改善への第一歩になります。自己愛性パーソナリティ障害の主な症状ですけれども、まずは誇大性、自分を特別優れた人間と思って他者をしばしば見下す場合があります。続いてが過度の称賛欲求、他者からの称賛を過剰に求めて勝つことに執着している場合があります。そして共感性の欠如、他者に共感せずしばしば自分のために相手を利用する場合があります。外からこう見えるという例ですけれども、例えば自慢話が多い一方で相手の話は基本的に聞かず、しばしば相手を下に見た態度を取るという場合があります。他者をしばしば強く批判するけれども自分が批判されるとしばしば激高するという場合も聞きます。そして自分にとっての価値がどうかによって態度が露骨に変わるという場合もあるようです。自分では気づきにくく周りに強く影響が出るというところ、自己愛性パーソナリティ障害の人の周りが受ける影響というのを見ていきますと、まずは一種のパワハラを継続的に受け続けたような、圧をずっと受け続けたような状態になる場合があります。そしていいように利用されて実際に実害が出るという場合もあるようです。そうした結果、カサンドラ症候群などストレス持続によるうつ病や適応障害に至ることも少なくないところがあります。そして本人はしばしば周りへの影響を意識していないというところ、自分のことの言動等によって周りが強く影響を受けて苦しんでいることに気づいていない、知らないという場合が多いです。そして仮に知っていても、それが自分の場合だとどうかのような実感ある痛みとは認識していない場合も多いです。その結果、少なくともその周りの痛みが本人の行動パターンを変えるということは普段やっていく中では非常に少ないです。そして診断を受けている場合は稀というところ、基本的に自分から受診することはあまりありません。そして周りから無理に勧めて受診した場合で、仮に診断をされても受け入れない場合の方が過半数大半です。そして直面と変化を取り組みということを別の動画で話しましたが、それを続けるのは非常に痛みが強く困難があります。実践をしている場合というのは現段階では稀というのは現実です。この中で自己愛性パーソナリティ障害的な人との関わり方はどうですかというご質問です。基本的には距離を取るのが無難とお答えします。基本的には距離を取るのが無難、見ていきますと、距離が近づけばどうしても巻き込まれて場合によっては利用されてしまう恐れが出てきます。そして相手から近づいてくる場合あります。その場合も基本的には相手の方が利益を得るために近づいてきているということが基本的には多いです。なので対策としては、まず自分からは基本的に近づかないというのは無難です。相手から近づいてきた場合は自然に丁重に距離を取るというのが現実的な対策です。場合によってはその人に変わってほしいと思いますというご質問を受けることがあります。ただこれは変化を強いることは非常にリスクが高いとお答えします。周りが自己愛性パーソナリティ障害の人を変えられるかですけれども、そういう実害があった時、周囲から本人の自己愛性パーソナリティ障害を変えたいという要望が出てくることはしばしばあります。しかしこれ、本人に変化の意思がない場合は基本的には変えられない、変えることは事実上非常に難しいと思ってください。そしてしばしば変化を促す助言というのは本人には攻撃に移りまして恨まれたり報復されるなどのリスクが非常に高いので危険が高いです。どうしても関わる必要がある場合はというご質問になります。心理的距離を保ち影響を減らすとお答えします。心理的距離の確保です。相手の言動の背景の自己愛性パーソナリティ障害特性を織り込んで真に受けすぎないということ、真に受けると本当にダメージを受けますので、こういうパーソナリティの人が言ってるというのを間に入れるのが大事です。そして自他境界を明確にして心理的距離を確保しまして、巻き込まれや傷つきを減らすこともまた大事です。そして土台としては、他者評価への依存度を減らすというところ、こき下ろすことを言われても動じないようにしていって自分で自分を肯定する、他者の評価で肯定するんじゃなくて自分で自分を肯定するようにして影響を減らして
やっていくということが大事になります。ターゲットにされることを防ぐにはというご質問です。孤立を防いで覚悟を持つとお答えします。まず孤立を防ぐというところ、どうしても孤立しているところをその相手に見抜かれますとターゲットにされやすくなって支配されやすいことがあります。対策としては相談できる相手を見つけていきまして、孤立を防ぎつつ、こういう場合どうするか第三者的な対策を相談することが大事です。そして何か対応が必要な時もなるべく1対1は避けて相談相手などを入れて対策していくことが大事になります。続いては覚悟を持つというところ、この意見をしっかり表明できないことを見抜かれますとやはり支配されるようになりやすくなる、利用されやすくなります。ここに対して対策はできないことはできないと穏やかにしかし明確に伝えられるようにするというアサーション的なところが大事です。ここにおいて意見を言うリスクと不安は小さくない、実害的なリスクも決して小さくないと思います。ただそれでも必要な時は言うという覚悟、リスクを飲み込む覚悟というところを持つところ、その覚悟、その目線に相手は反応します。どうしても苦言を呈する必要があるときはというご質問です。慎重に冷静に組織で対応するとお答えします。苦言を呈する必要がある場面です。周りが強く影響を受けている場合などどうしても苦言を呈する必要がある場面が社会の現実的にあります。しかし一方で批判的な言動には相手は強く影響しまして恨まれたりいろいろされるなどの大きなリスクがあるというこういったジレンマの場面があります。基本的な方向は必要なことは伝えつつもその影響をなるべく減らすということになります。まず必要なことはしっかり伝えるというところ、内容をぼかしてしまいますと相手にとっていいように曲がって理解されましてその後にトラブルになってしまいやすいです。そのため誤解を招きにくいように現実的な状況とどう改善してほしいか改善点を明確に伝える必要があります。ただししばしば相手の反応は大きく出るためその伝え方には注意することが必要です。苦言の攻撃性をなるべく減らすというところ、内容自体が攻撃性を持ってしまっているので伝え方に関しては否定的感情を入れず冷静に穏やかに伝えることが大事です。であくまでその人格ではなくて問題となった行動について言及していくことが大事になります。そしてサンドイッチ法といって苦言の前後に相手を褒めたりリスペクトするような発言をしっかり入れることによることを活用するなどして相手のメンツ面目を保つことに留意することが大事です。続いて相手の反応に巻き込まれない、そのように注意していっても相手はしばしば強く反応して攻撃や脅しなどをする場合も現実的には少なくありません。対策としては自他境界をしっかり持って相手の巻き込みに対して巻き込まれないことが非常に大事になります。感情的にならず冷静に対応していくというところ、しかし一方で操作などがあった時にもダメなことはダメというその一線は曲げないということが大事になります。孤立せず組織で対応というところ、実際対策をとっても1対1の対応ですとなかなか攻撃したり巻き込まれた時にリスクが非常に高いと言わざるを得ません。そのため集団全体で対応を共有して組織全体として対応していくことがしばしば必要になります。その中でそれでもなお対応が困難になった場合は法律など専門家への相談というのも選択肢になるところがあります。今回は自己愛性パーソナリティ的な人との関わり方はどうですかということを見てきました。ではまとめていきます。自己愛性パーソナリティ障害は自分でも気づきにくいところがあって逆に周りへの影響が強いです。自分よりも周りが影響を受けて困ることが多いところがあります。前提としてこれを持っている人相手は変わらないため周りの人としては距離を持つことは基本的な対策です。必要な場合でも心理的な距離は必ず確保することは必要になります。その中でどうしても特に苦言を呈する必要がある場合、この場合はリスクが高いため孤立せず相談相手とチームを組んで冷静に対応していくことが大事になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。